Marvelous!始めます。学校を選んでください。決めちゃいました。これって絶体絶命って感じ。どうやらこれまでのようね。死ぬ？冗談でしょ。私は死なない。絶対に死なない。忍びの道を極めるまでは。だったらどうする。そんなの決まってるでしょ。アスカ、正義のために前忍びます。アスカ、前忍びます。かつてこの国には忍びと呼ばれる者がいた。彼らは大名や領主といった主に仕え、諜報活動や破壊活動、暗殺などを生業とした。明治維新以降、西洋文化の流入によって日本の封建社会は崩壊し、忍びの存在を口にする者はいなくなった。どれほど時代が変わっても人の業は変わることもない。闇の世界を生きる者は必要とされ続けている。そう、忍びは今も存在しているのだ。現代の忍びの雇い主は政治家や企業がほとんどだ。雇い主の中には忍びを己の欲を満たすための道具と考えている者もいる。その結果、忍びの違法行為が横行するようになり、国も対抗手段を打ち出すことになった。国家所属の忍びを育成するというプロジェクトである。国立半蔵学院、普通科の高校である。1919年に開校し、全校生徒は約1000人。
その千人の中に忍びを目指す生徒たちが紛れている。マンモス進学校と忍びの養成機関、半蔵学院は二つの顔を持っているのだ。忍びクラスの生徒たちは一般生徒に気づかれることなく忍びになるための修行に励んでいる。現在は国家所属の忍びを善人と呼び、違法行為を犯す忍びは悪人と呼ばれている。そのため善人と悪人は戦う運命にある。どんな理由や事情があろうとも、善と悪は命のやり取りから逃れることはできない。これより始まる物語は忍びの女学生たちの戦いの軌跡である。それは激しくも悲しい命の証。彼女たちが戦いの先に何を見るのか、何を得て何を失うのか、それはまだ誰にもわからない。負けない、負けるもんか。アスカ、忍びの道を極めるまでは。アスカ、聞こえないのか。アスカ、いい加減にしろ。忍びの道は極められたか。え、キリア先生、なんで知っているの。大きな寝言だったからな。あ、とか、とか。え、アスカ、眠気覚ましだ。秘伝忍法のところを読んでみろ。ここですね。己の限界を超えるためには大自然の力を借りて戦うべし。これすなわち忍びの断りなり。お前たちも知っての通り、アスカはガマ、イカルガは火の鳥、カツラギは竜、ヤギウはイカ、ヒバリはウサギと自然の力を借りて秘伝忍法を発動させている。はい、私たちの必殺技です。秘伝忍法を使うためには秘伝忍法書という巻物が必要となる。お前たちがいつも肌身離さず持ち歩いているものだ。あたいはスカートの中に隠してるよ。私は胸です。え、胸。気になる、気になるね。本当に隠してるのか確かめさせろ。カズメ、やめて。いいからいいから、じっとしてればすぐ終わるから。カツラギ、授業中にセクハラはやめろ。アスカ、次を読め。はい、超秘伝忍法。それすなわち名のごとく超のつく秘伝忍法なり。これしか書いてありません。なぜこれしか書かれていないか、理由は明快だ。超秘伝忍法書は我が校の宝であり、内容も極秘となっているからだ。何が書かれているんだろう、読んでみたいな。次は基本体術の授業だ。全員屋上に集まれ。どれにしよっかな。
決めちゃいました。いろいろな設定を変更できるんですよ。どれにしよっかな。決めちゃいました。忍びには悪人と呼ばれる者もいる。はい、知ってます。悪者の手先になる忍びですよね。ひばり、許せないな、そんな人たち。私たちは正義のために働く善人を目指すんですよね。我が校に来た時点でお前たちはすでに忍びの一員だ。学生気分は捨ててもらう。俺はお前たちを忍びとして至極だから、お前たちも忍びとしての覚悟を持て。はい。よし、では隠れ結界についても説明しておこう。忍びの決闘空間、それが隠れ結界だ。忍びは戦闘モードになると一定範囲の空間を封鎖して一般人の侵入を遮断できる。隠密行動にはとても便利だが、一方デメリットもある。忍びは隠れ結界の発動を認識できるため、敵に自分の所在を知られてしまうことにもなるからだ。ふむふむ、なるほど。では実際に戦闘訓練に入るぞ。敵は俺が忍術で作り出したダミーだ。今日は学校は休みで一般の生徒はいない。誰の目も気にせず思う存分やってみろ。それでは戦闘訓練開始だ。よし、ひばりちゃん、頑張ろう。うん。
片付けたのは私かな。何が一番早くだ。残っているのはお前とヒバリだけだ。え、カツラギ、イカルガ、ヤギウはもう忍び部屋に戻っている。なんだとほほ。ヒバリが戻ってきたらお前たちも忍び部屋に戻るぞ。私って落ちこぼれ気味？何も言ってくれなきゃわからないよ。怒らない？怒るわけないじゃん、私たち仲間なんだから。でもほら言って。ひばり、秘伝忍法書をなくしちゃったの。キリア先生に怒られちゃうよね。いや、それ怒られるだけじゃ済まないと思うよ。やっぱりそうだよね。授業開始まであと少し、私も手伝うから一緒に探そう。アスカちゃん、ありがとう。で、落とした場所の心当たりは？商店街で転んだ時に落としちゃったのかも。よし、早速行ってみよう。どこだろう。道に落っこちてもないし。ん？あそこにいる人、ひばりちゃんの秘伝忍法書を持ってる。ちょっと、それ返して。
よし、秘伝忍法書を取り返したよ。早く学校に戻らないと。ひばりちゃん、ほら。あ、ひばりの秘伝忍法書だ。ありがとう、アスカちゃん。もう落とさないようにしっかり胸にしまっておくんだよ。ダメですよ。アイドルみたいで楽しいです。たまには気分転換しましょう。
どれにしよっかな。決めちゃいました。いろんな資料が見られますよ。どの写真もいい思い出です。どれにしよっかな。音楽って元気、みんなの声が聞けますよ。知らないことは調べときましょう。どれにしよっかな。決めちゃいました。どれにしよっかな。どれにしよっかな。決めちゃいました。皆さん、どうしました？どうしたのかと聞いているんですけど。私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか？私でよければ仲裁させていただきますが。最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです？私が太巻きで、初音がラーメン、ヤニューちゃんがスルメで、ひばりちゃんが甘いもの。本当にバラバラなんですね。わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。この辺りならどれも売っているはず。あら、どうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。なるほど、不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。負けません。切り刻み。
誰であろうと負けません。こんなはずでは。新しい技をひらめきました。まだ終われません。忍開始。誰であろうと負けません。任務完了いたしました。これでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。やった！その上で私なりに調理してみました。名付けてスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし、同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でもせっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って、これは意外といけます。そうでしょう、そうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、記録が大切ですね。記録します、記録します。どれにしようかな。決めちゃいました。学校を選んでください。決めちゃいました。
雷神事業。光あるところに影がある。これすなわち陰と陽の断りなり。そして影の中にもまた陰と陽が存在する。悪人と呼ばれる者たちがいる。世を影から支える忍びの中でも影に属する者たちのことだ。悪人は大企業や政治家などから仕事を受け、暗殺や破壊活動などの違法行為も厭わず任務を遂行する。同じ忍びでも国家に所属する善人とは対極の存在である。悪人は負の存在だという者がいる。しかし善人と悪人、立場の他に違いはあるのだろうか。善人ができないことを悪人が行い、悪人ができないことを善人が行う。どちらも世界の動きを影から支えていることに変わりはない。比率蛇女子学園、悪は善よりも寛大であるという理念を掲げ、悪人のみを養成している学園だ。修行は整列を極め、死傷者が出ることもある。それでも学園から悪人候補生の姿が消えることはない。なぜなら火に背を向ける者は影の中でしか生きられないからだ。これより始まる物語は悪人であることを選んだ忍び学生の戦いの軌跡である。少女たちは何を思い、何と戦ったのか。悪を選んだ者たちがたどる紅蓮の道は果たしてどこにつながっているのか。それはまだ誰にもわからない。これは2年前の出来事。ここが蛇女子学園か。随分と大きい学校よね。あら、あなたも選抜メンバーなの？一応そうみたいよな。うん、私は遥かっていうの。よろしくね。日陰や。よろしゅう。なんか元気ないわね。それでもピカピカの1年生？元気ね。なんかようわからんな。わしには感情ってもんがないからな。感情がない？それじゃあ人間じゃなくてお人形じゃない。うん、そういう意味なら人
かもね。ずいぶん面白いこと言うのね。でもあなたと私なんか似てるかも。はあ、日陰ちゃん、あなたとは友達になれそうね。友達、ようわからんけど、はるかさんがそう言うのなら、まあ友達ってことにしておこうか。よろしくね。うん。どれにしようかな。いろいろな設定を変更できるんですよ。イカルガ、参ります。カツラギ、イヤギュ、ヒバリ、行ってき、コムラ、ユミ、参りますわ。日陰、参るで。ミライ、行くわよ。ハルカ、行くわよ。アスカ、参ります。ハルカ、行くわよ。どれにするのかしら。決めたわよ。蛇女の修行はきついと聞いてたけど、わしにとっては大したことないな。日陰、何をしている。あ、鈴音先生。ちゃうちゃう、サボってるわけやない。もう今日の修行ノルマは全部終わらせたんや。甘い。あ、甘すぎる。蛇女ではノルマが終わってからが本番。日陰、己に厳しくある。きっついの、鈴音先生は。当然、私の辞書に情けと容赦の文字はない。おお、怖っ。でもまあそれぐらい厳しくされた方がええかもな。その息はよし。ならばデク人形との実践形式で己を磨くがいい。ただし油断をすれば怪我では済まんぞ。そのぐらい緊張感があった方がええわ。ヒカル、舞い順じる。任務開始。来たで、切り刻む。
上出来だ。では次だ。は？まだやるんか？当然だ。お前が倒れるまで付き合ってやる。はあ。次は水遁の術の訓練だ。今から300時間水中で過ごしてもらう。ずっと水中？もちろん。風呂やトイレは？水中で全部済ませろ。やっぱりヘビジョの修行は厳しいな。ピンときたで。これは1年前の出来事。ふふふふん。あれは選抜クラスの新入生か。なんやあの子、花壇の花を全部抜いとるで。おいあんた、何してるんや。ストップです。ここは立ち入り禁止にしました。立ち入り禁止って。花壇で何してるん？何って、家庭菜園を作っているんですよ。家庭菜園？綺麗なだけのお花は抜き取って実用的なお野菜を植えているんです。そうすればお昼ご飯にも困りませんから。うん、ずいぶんと無茶しよるな。私、お腹の虫を治めるためなら何でもいたします。可愛い顔してずいぶんとたくましいんやね。花より団子、団子よりもやしですわ。よう分からんけど、もやしよりは団子やろ。そんなことありません。もやしこそが至高、もやしこそが究極ですわ。そっか、そうなのか。よう分からんけど。あ、申し遅れました。私、選抜クラス1年のヨミと申します。2年の日陰や。よろしゅうな。こちらこそよろしくお願いします。では早速、もやしの素晴らしさについて語り合うことにしましょう。いや、わしはもやしの話は。そもそももやしというのは、煮てよし、焼いてよし、炒めてよしの三拍子揃った。人の話をまるで聞いとらん。はあ、また変わった後輩が入ってきたもんよね。しているのですか。ん、ヨミさんか。見てわからんか。日向ぼっこや。日向ぼっこって日陰にいるじゃないですか。そこ全然日が当たっておりませんよ。わしにとってはこのぐらいの薄暗さの方が居心地ええんや。ほんと蛇みたいなお人ですね。でヨミさん、どうしたん。なんか用やろか。日陰さん、今からお昼ご飯をかけて勝負しませんか。勝負？別にいいけど、なんでお昼ご飯なんや。なんでって。なんでお昼ご飯かけるん。なあ、なんでや。それは。なんでや、ヨミさん、なんでや。少しは察してください。察するとはまた難しいの。わしには感情がないんやから。じゃあ正直に言います。私もう3日もお昼を抜いているんです。今月はちょっとお金がピンチで。花壇の家庭菜園はどうしたん。カラスさんが全部食べてしまいました。そっか、そういうことならええよ。お昼をかけて
勝負しようか。何でも好きなもん頼んでええよ。え？買った方がお昼をおごるんやろ。どれにするのかしら。
決めたわよ。可愛い衣装も着てみたいです。格好すればええの？どこか行きたいところでもあるんか？どれにするのかしら？記録ってとっても記録するわね。どれにするのかしら。わしの力見たいんか。どれにするのかしら。